ラボしたい、コラボしたい。どうもー、飲み屋でスカウトされてバーチャル YouTuber になりました、 VTuber 講師ディスコテンメテオでーす。今回はですね、多くの VTuber さんから相談される内容、コラボについてお話ししていきたいと思います。大きく分けてこの3つについて。1つ目、コラボってなんでやるの。2つ目、コラボ実現のために。3つ目、コラボで気をつけること。私って今 Twitter も YouTube も1万人超えたところなんですけど、いろんな界隈の有名な方々と数々の主催コラボを実現してきてるんですね。これとかこれとか、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、 YouTube のチャンネル登録者数とか Twitter のフォロワー数が私のうん十倍の方とかもコラボを OK してくれたりしてるんですよ。ありがたいですよね。この動画はそんな私ディスコテンメテオ流のコラボの考え方とコラボの誘い方基礎講座になってるので、チャンネル登録、この動画の高評価、そして Twitter のフォロワーもぜひぜひお願いします。質問とか感想がある方はこの動画のコメントに残してってくれると嬉しいです。このシリーズ好きとかの感想とかもマジでいつもモチベになってます。ありがとう。ちなみに今回はこの動画だけでも十分理解できるように作っておりますが、毎週土曜日18時にアップしている他の VTuber 講師動画シリーズを振り返ったりとかして見てもらえるとより活動に活かせると思いますので、再生リストチェックしてくださいね。1、コラボってなんでやるの。これ周知の事実だと思うんですけど、 VTuber さんもちろんなんだけど、 YouTuber 界のトップの方々もコラボ動画やコラボ配信をやってますよね。じゃあなんでコラボそんなにするのっていう話なんですね。 YouTube をビジネスとして捉えるっていう話が前提にはなってくるんですが、 YouTuber たちがコラボをする理由って何だと思いますか。コラボが生み出す3つのメリット。1、相乗効果。2、マンネリ防止。3、関係性が生み出すコンテンツ。それぞれつながってるので解説を一気にしていきたいと思います。例えば VTuber A と VTuber B 両方とも知っている視聴者さんがいるとしましょう。個別の配信はあんまり見に行かないんだけど、まあ知ってる2人がコラボ配信するんやったら見に行こうかなみたいな時ってあることない。でたまたま見に行ったその回が面白くて、あ、この2人の配信は見ようってなって、でそれぞれも好きになっていく、こういうことってあると思うんですよね。これが相乗効果であり、関係性が生み出すコンテンツみたいな感じ。マンネリの防止なんだけど、一人でずっとコツコツ雑談配信やってるのってマンネリ化しやすいし、企画もマンネリ化しがちなんだよね。これがコラボをすることで、誰かと一緒にやることで新しい化学反応が生まれたり、その人との関係性が面白い、この人とこの人の絡みが面白いみたいなのが生まれたりとかする。さらにコラボ相手が変われば配信の雰囲気が変わったりとかして、また楽しみが増える。同じゲームやってるのに新鮮さが生まれたり、新しい新たな魅力が引き出されたりとかするんすよ。だから相乗効果があってマンネリ防止にもなって、関係性が生み出すコンテンツとしてのメリットもある。今人気のトップ YouTuber さんとかだと、幼馴染の関係性、地元のりの関係性、そういう関係性でファンを獲得してる人たちも少なくないよね。 YouTuber さんのトップ層にもこの2人組が好きみたいな人たちが結構いると思う。定期的に同じ相手とコラボすることって実はとっても意味のあることだよって話をしたいと思う。例を出そう。私が最近主催でやってる詰め会っていう女子会コラボがあるのね。インサイドちゃんマーク2とメテオと大塚エルの3人が当日5分前ぐらいに集まって、何も準備せずにただ話す女子会っていうコラボなんだけど、これ私一人で雑談してもなかなか出てこない話題について盛り上がったりとかして、すごい楽しいんだよね。楽しいってだけじゃなくて、この3人だからこそ生まれるこの空気感が好きっていう視聴者さんが、まあ、徐々に増えてきてるわけよ。これがマンネリ防止だったり関係性っていうコンテンツっていうところにつながってると思う。定期的なコラボをするメリットなんだけど、毎月1回っていう定期コラボにすることで1ヶ月3人がそれぞれ活動してるわけじゃん。インサイドちゃんマーク2、オーツタエル、ディスコテメテオ、3人がそれぞれ別々に活動していて、いろんなところでいろんな人に知ってもらうと。その誰かを知ってくれた視聴者さんが、その子にはドハマりしなかったとしても、たまたまフラッと詰め会の配信を見に来てくれて、他の誰かがいいなって思ってくれたら、この3人っていうのを応援してくれるかもしれないっていう効果もある。例えば先日日テレさんに出演させてもらったインサイドちゃんマーク2、ツーちゃんとメテオの2人を知って、ああ、あの2人がいる女子会かくらいの、あんまり熱がなく見に来た視聴者さんがオーツタエルにドハマりするかもしれない。これってすごいメリットだと思わない？大手の VTuber の箱が強いのって、この辺りのメリット3つ加速度的に機能してるっていう点が絶対的な強ポイントなのよ。
にコラボを実現するために、こんなんぶっちゃけ考えりゃすぐわかるんすよ。コラボの実現なんて誘うか誘われるかのどっちかでしか実現しないんですよ。もうちょい細かく説明すると、それぞれの誘うと誘われるは両方プッシュとプルっていう2つの方式で成り立ってるんだよね。プッシュって何かっていうと、プッシュって押すじゃん。自分から積極的にアプローチを仕掛ける。例えばツイッターの DM でコラボの打診をする、直接 DM を送るみたいな形だよね。プルは引く、ドアを引く時のプル。ツイッターでツイートで募集する、こんなコラボやります、やりたい人リプくださいとかっていう募集形式がプル式だと思ってください。ぶっちゃけコラボしたいって思ったんだったらこれをやればいいだけなんですよ。まあでもさ、 VTuber の多くの人たちはさ、コラボどうやってお誘いすればいいんですかっていう悩み持ってると思うんだわ。まあだから今回はさっきも出した通り、いろんな人が出演するいろんなコラボを主催してきたディスコテメテオのメテオ流コラボの誘い方、基礎の基礎を特別にレクチャーしちゃいましょう。以前専門学校さんからのお仕事でした。この配信の Q&A コーナーでこんな質問があったんですよ。バーチャル YouTuber にビジネススキルって必要ですかみたいな。まあ、その時も答えてるんだけど、人としてみたいなところの前提がちゃんとあれば、ビジネスマナーがなくても嫌がられることなんてほぼないんですね。だからその辺は心配しなくても OK。 ただね、コラボって実現しやすいお誘いの仕方、 DM の送り方ってのは存在するわけですよ。 Twitter でたまに見かけるんだけど、はじめましてコラボしませんかだけ DM 送られても、あなた誰、コラボ何ソロみたいになるわけですよ。この辺のテクニックを知っておくと、コラボの実現の成功率が上がるって話。私のファンボックスの記事でこんな記事があるんだけど、コラボを誘う時の DM のポイントは5個あるんだよね。まずちゃんと挨拶をしましょう。2個目、連絡した要件、その後に詳細、そしてなぜあなたをコラボにお呼びしたいのか、あなただからこのコラボに誘いたいんですっていう理由、そして次のアクション、例えばコラボ OK だった時にディスコードのフレンド申請してくださいとか、次に何すればいいか分かりやすいとなおいいみたいな感じで、この5つがちゃんと入ってるかってのが結構大事だったりとかします。3から5は順番入れ替わっても OK なんだけど、このあたりちゃんとしてないと成功率がすごい下がると思います。実際にね、私が送ってコラボ OK もらった時のメールの実例とか例文テンプレートみたいなのはファンボックスの記事にも書いてあるので、概要欄にリンク貼っておくので、気になる方はそこからチェックしてみてください。この5つの中にこのコラボを受けてもらった時こんなメリットが受け取れますよみたいなのがなんとなくでも分かるとめちゃくちゃ良くて、例えば企画の内容が面白いとか、その人の興味ある内容であるっていうのもメリットだったりとかするし、自分一人でそのメリットが出せないんだったら複数人のコラボにして他の出演者さんでメリットを出したりとか、あとね、私もお受けしたことがあるんだけど、出演費を出すっていうのも立派なメリットの出し方だと思う。ゲームコラボとかだったらその人のチャンネルでも配信するからまだいいんだけど、対談で自分のチャンネルでしか放送しないみたいな形だった場合、コラボに来てくれる人のチャンネルで再生回数とかの広告収益とかスパチャとかがないわけよ。だからその分のメリットを提供するっていう気持ちでコラボ主催した方がいいわけ。やっぱコラボもさ、ウィンウィンの関係じゃないといかんと思わん？あ、一点注意点があって、複数人コラボにしてその他の参加者でメリットを出そうとした時の場合、打診中でまだ出演が確定していない人の名前を出すのはマジでやめた方がいい。私もコラボ誘われる時にこれやってる人多いんだけど、確定前に名前を使われるのを嫌がる人がかなりいるのと、あー〇〇さんがいるんだーって出演 OK したけど実際当日その人がいないみたいなことってあるじゃん。そうなった場合に信用度が下がってその先に繋がらなかったり、そのまま出演してくれたとしても遺恨が残ってコラボ自体なんか微妙に盛り上がらないみたいなことがあったりとかするんだよね。例えば私生活とかだと合コンで我が社のマドンナ誘ってますよとか言われて、うわマドンナだと思って参加して行ったらいなくてテンションダダ下がりになるやつ、あれと一緒。自分以外の情報は確定してから伝えるとか、人として大事な部分をマジでちゃんとしないとダメです。VTuber 活動って結構こういう人として当たり前のことみたいなところをしっかりすることで活動が広がったりとか次につながったりとかするので、普段から客観視して自分大丈夫かなーって立ち止まったりするのもおすすめです。でも先生、コラボ断られるのとか怖くて誘えません。まあコラボ誘う勇気がない人もいますよね。ぶっちゃけダメでもともとって考えた方がいいと思います。
私も実際にめちゃくちゃ断られてるし、むしろ DM の返信がないなんてこともザラにあります。チャンネル登録者数10万人以上の VTuber さんと話しててもコラボの誘いの DM って返信来ないこと結構あるよねって言ってたりします。コラボにお誘いして断られたりすること、 DM が返ってこないことを怖がらないでほしい。返信なくても、あー DM 埋もれちゃったかな、忙しかったかなって思って次また誘っていいと思います。私自身もコラボを断らなきゃいけないことが結構増えてきてるんですけど、何度か断ってもまた誘ってくださる方に4回目くらいかのタイミングでやっとコラボが実現したみたいなこともあるわけですよ。そういうタイミングとかもあるので、本当に怖がらずに当たって砕けろ精神で試してみてほしいな。自分で置き換えて考えてみてよ。コラボ誘われてさ、誘い方がすごいしっかりしてて、こういう理由であなたとあなただからこそコラボしたいんですって言われたらさ、嫌な気にならんくない？ただなんか下心とか打算とか見え見えのコラボのお誘いみたいなのはやめた方がいいですね。私も結構そういう連絡来るんですけど、そういうのって透けるんで。ちなみにみんなの勇気になるかわかんないんだけど、コラボお誘い DM の打率というか成功確率について、デビューから8ヶ月くらいの時にファンボックスで記事書いてるのね。チャンネル登録者数2400人くらいだったと思うんだけど、初めましての人ばっかりにコラボのお誘いをしまくってた時なんだよね。ホロヨしゃべりバーっていう、ほぼ初対面の人たちと対談生放送するみたいな企画をいっぱいやってた時なんだけど、その頃の成功率をデータ化した記事になってるので、参考までに気になる方は概要欄のリンクから飛んでみてください。最後3、コラボで気をつけること。え、ちょ、で、もうこんな時間、こっから大事なとこなのに時間だな、こんなコラボは意味がないとか、より効果的なコラボをするためにはみたいな話。マジでこれ話し始めるとあと10分くらい必要なので、今回は泣く泣くここまでにして、別の動画でこんなコラボ意味がない、こういうコラボが効果的だよ、大人数コラボをうまくやるためにはみたいなことを話していきたいと思います。ちなみに大前提として何回か言ったけど、コラボはウィンウィン、お互いにメリットがあるコラボにした方が絶対いいので、それだけ覚えておいてください。ということで今回のまとめ、エイジ、コラボってすごーい。2、人としてっていう前提は絶対に忘れるな。3、ひるむな、立ち向かえ。なんか3つ目おかしいけど、ビビらずにコラボのお誘いしてみたらどうですかっていう提案ですね。質問や感想はぜひぜひこの動画のコメントに残していってください。ってことで第8弾は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコ全メデオでした。